Guys, we are back with the BMSG audition, the first 2021, and today we are going to watch the group auditions, finally. And we also have two guests, which I'm so excited for them to meet the contestants. And we'll see, because they haven't seen the auditions, so they really don't know who's who, and they don't know who, like, what's their strength, so it's gonna be a fresh eye, and I really want to know, like, who's their favorite, so... Let's do this, guys. Make sure to subscribe, give this video a like. I hope you're enjoying my journey to the BeFirst audition. And let's go. Let's do this. Hey, man. What's up? What's up? I'm going to show you the first one.俺たちが怪獣大戦争って呼んでる。個性が一番強く、またあの D チーム、B チーム、B チームだ。実力派が全員揃って。そうなんだ。平均年齢もまあ一番高い。I really like this team. Oh, they got sexual. 見ます。Oh my god, I'm so excited. Let's go! We didn't know them. お邪魔します。お邪魔します。お邪魔します。ウィンズのケイタ君とダイスの大輝が来てくれました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ただ、君たちがやるのは僕の曲です。そうでした。そうなんですよね。曲を作って、歌って、踊って、コレオも作って、それこそ。っていうボーイズグループ。を割と同じ時期にやってた盟友でもあって、かっこいいことをやるっていう、こんな言ったら簡単なことなのに、なぜかそこにハードルをずっと感じてた時代を一緒に生きてきた2人と、ちょっとなんかよかったらなんかこんな感じだよっていうのを見せてあげてくれないかなと思って、ちょっといいですか。わー、プレッシャー。 This is not the audition, this is just showdown。This is so much pressure. Wow. So they're not singing? I'm so confused. Yo! Ryuki is doing so good! Wow. Wow. We have to sing on top of that. すごいね。いや、マルムすごいいいですよ。出来上がってたな。出来上がってた。なんか入り込む力ってやっぱ大切じゃないですか、その曲にね。表意力。そう、そういうのもみんな持ってて、なんかただただ踊らされてるっていう感じじゃなくて、その曲にしっかり入った世界観を皆さん作られてたんで、すごいなと思って。え、これ昨日本当に振り入れしたんですか。そう。確かに。それすごいわ。I'm so excited。いちいちでこのクオリティはすごい。ちょっと俺も見たいわ。 Right? Like only one day. お疲れ様です。お疲れ様です。What song do they have? Ooh, yeah, yeah, yeah. Oh, they still have sexual healing. ダイスの大輝。お疲れ様です。ウィンズのケイタ君。ケイタです。ちょっと、もしパフォーマンス見せてもらえたら嬉しいなと思ってみたけど、はい、いいかな。Oh, okay, so it's the same dance. I can't wait to see like what difference they bring, like the two groups, because they all have the same song.最高。
また違う。They don't show us a lot. そうだね。It does. すごい。すごいね。すごい。全部キャッチしてたし、早いとことかもキャッチしてたしね。全然余裕だそこ。どこですね。あのたらこのまま押していくなら。辛いっす。正直。マスクしながらね。辛いは辛い。正直。あのね、めっちゃうまかった。あの子はなんかめちゃくちゃうまいっすね。誰？Oh, that one kid. あのさ、声で13歳。変声期。え、13歳？13歳？あの子13歳。He's pretty! が、まだあの終わりきってないからって言ってたの。やばいっすね。だで、あのコントロール。いや、多分相当いいと思う。グルーブもあったしね。そう、はい。びっくりしちゃった。頑張ろう、俺も。ビューティフル部屋に。ビューティフル部屋に行っちゃう。ビューティフルな部屋。ビューティフル部屋。Oh my god, pressure! Oh, this is the group we've...こんな感じの部屋になってますね。いいじゃん。ちょっと広い。踊ってる、うん。でも誰が来ても踊るようになってるから。で俺が途中で入ってていいじゃん。この踊る。Oh my god, that would be so funny. He just starts dancing with them. そんなトラブルシューティング能力多分まだないんですよ。そうだね。まだないんですよ。たまらないだけだよ。まだない。ちょっと見たいな。やってもらっていいそれ。Yeah, cool. What are you doing?怒られない。Oh my gosh, she's gonna go in the chorus. Oh, this is so fun. Oh my god. お邪魔しちゃう。なんか勝手に後ろで踊ってする。とても素敵な。みんなもうハーハーです。そりゃそうです。もう本当この曲僕もめちゃくちゃきついんで、みんな本当すいません、ありがとうございます。藤原さんの、はい、作曲動画とかも全部見てます。あ、本当ですか。わあ。マジですか。わあ。めっちゃ嬉しくて、マジですか、嬉しい、はい、ありがとうございます。いや、お会いできて光栄です。いや、こちらこそありがとうございます。あいつ、あんなに好きなのによく今まで我慢してた。入ってきた時、やばくて。でも、トーマスはやりきった。でも、続けないと教育されちゃってる。そんな教育したさすが、教育が素晴らしいです。してないよ、してないよ。あ、かわいいな、素晴らしい。かわいい、ね、気づいてもその後ちゃんと踊るんだよね。そうチラッとチラッと見るケイタ君が踊ってた時もめっちゃ横目で見たけどめっちゃ踊ってた。なんだろうって。ちゃんとダイスのやつもやるんだよ。やらないよ。これやるでしょ。これもそれはやるでしょ。 You should definitely. I want you to do the same. なんで一番年上の俺が体一番張ってんのよ。入る口実ができた。はい、口実。いやいやいや、みんないい雰囲気だな。いや、すごいいいね。やっぱこいい、ね、思い出すね、自分たちのその目指してた頃を。はいはい、大気大気が見れるわけか。大気のラップ聞く？おお、大気大気。大気。大気。あ、ちっちゃいわ。Small kid。ああ。かわいい。So cute。 大人、中身はもう大人なんだ。あー、でも振りほぼまんま通りやってくれてるんだ。過呼吸になる振りなんですけどね、これ。Yeah, plus they're wearing masks. Oh my god! Oh.
ってる人、作ってる人。He's like watching him like, oh my god. 仕上がってきてるね。結構みんなまとまってきたっていうか、最初はめっちゃとちりましたけど、なんかだんだんチームがまとまってきたっていうか、なんかコツが分かってきたんじゃないかなと。I feel like Taiki is like has such an old soul. He's very mature. 原曲のままの部分だね。結局な、そこも含めてなんかいいバランスのような気がします。この曲大変なんです。皆さんありがとうございます本当に。まあ、でもあの慣れてくるとちょっと楽になってくるので、あの抜きのところとエネルギーをこうガッて入れるところの差が見えればすごい曲に合ったパフォーマンスになるかなと思うので頑張ってください。ありがとうございます。まあ、肩の力抜いてって言ってるから、ね、そうなんで、ね、肩の力抜けないんですよ。あとあの大気と大気がね、そうだ、そうですよ本当に。本当だね、大気くんいいなキャラクター、いいっすね。13歳見えない。13歳、はい、もうでも普通に一人前のアーティスト。いや本当ですね、うん、いやもうみんなお疲れ様です。素晴らしい、ありがとうございます。ダイさんめっちゃ好きなんですよ、僕。めっちゃ好きなんですよ。え？いやマジで入ってきた瞬間も俺なんか意識一瞬飛んだもん。いやもうで、いや本当でみんな出来上がってますね。いや出来上がってさ、どうしたもんか。今だってちょっと大気入った時あれ大好きかなと思って。なんか増えたなって感じですね。増やしにね。Is this the real one or does it just look like it? そう。1までそうだね。ちゃんとやってたね。あの一瞬本当に大気と大気になってたんで。あめマラトン。おお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 お。お疲れ様です。あの曲を作った人を連れてきました。お疲れ様です。ダイスの大輝です。お疲れ様です。お疲れ様です。そしてビューティフルナウのウィンズのケイタ君です。お疲れ様です。ケイタです。セクシャルヒーリングのスカイハイです。そうです。レッツドゥイッ。Wow, his voice is good. でもなんかフローとかがちょっとやっぱオリジナリティがもう出てて、もう全然いい意味でもう別物感があって、すごい良かったです。あ、そうだね。すごい。ちょっとハモリ入れてみたりね。うん。みんなこうなるって。とはライブで大さんがパフォーマンスの時って、はい、どういう感情とかどういうテンションでやってるのかなって。あこの曲に関してはやっぱり多少のこうドヤ感っていうか、やってやるぞっていう気持ちがないとちょっとエネルギー的には弱くなっちゃうので、それは絶対あってほしいなって、まあ、みんなもう出てたんですけど、ただその A メロとか B メロに関してはエネルギーをこう溜め込むでサビで爆破させるっていう、その抑揚をチームなのか、まあ、個人でもいいんですけど、まあ、共有できたらよりこうインパクトが出ると思うので、それを意識できたら多分他のグループとちょっと差がつけれるかなというふうには思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。すごいな、すげえよ、すげえな。 Let's see how Reiko is doing.お疲れ様です。どう、いい感じ。形はできてきたかなって。あ、本当、はい、もしよかったらね、見てもいい、見たりできますか。ぜひ。いいですか。やった、ありがとうございます。いきます。Oh, we did well the turn.
やばー最高 That was the best? 上がる Pressure 上がるじゃあこの曲上げますチームワークすごいいいですね That's good I feel like they needed to hear that みんなのこうバランスがすごくもう一体感があったっていうかこの5人のもちろんね皆さんこうライバル同士でこう一人一人がこう戦ってる状況なのかもしれないんですけどそこをなんかこう感じないぐらいの本当に一体感があってすごく一番僕はグッときたポイントでしたねありがとうございますいやちょっと混ぜてほしかったですね幸せ頑張ってください頑張ってください俺頑張ろうとよかったよかったレイ君未経験だからねすごいねで未経験であそこまで入ってるっていうこともすごいけどそれをあの空気でやってるってすごいみんな楽しそうだった自分よりいいと思っちゃいましたねその、まあ、なんだろうなその思いの大きさとかその今の現状の背負ってるものとかの大きさがその Beautiful Now っていう曲にすごくマッチしてて自分が歌うよりもなんか胸打たれたっていうかなんか俺久しぶりになんかちょっと胸打たれるっていうかさ、はい、こう心から感動できたってやっぱその荒くても、うん、その気持ちが乗ってるっていうその勢いというかねそうですねそれは俺本当に感動したなちょっとマジ Beautiful Now って感じだギャルみたいな言い方されてしないマジビューティフルな人の曲のタイトルをね本当に30人全員合格というわけにはいかない30人全員合格してても何もおかしくないからねSky I just want to keep everybody 特にこう輝くっていうか中心的に輝く子はいるけどそれ以外の子がじゃあなんか輝かないかって言ったらみんな輝いてるんだよね、うんもうあと2時間しかないけれどもここまで全チームがここまでたどり着けてるっていうことがもうなんか誇らしいしなんか感動してしまったよね見れるかな使う選べないねまあでも選ぶというかお願いするというかその次合宿に一緒に行ってくれる人をにお願いするという感覚でございますね。お二人は結構やっぱ想像外でした。これぐらいの。みんなどこのチームもちゃんとチーム感あったあったっていうことを結構驚いてて、うんまあ、いわゆるこうオーディション系ってこう我が我ががこう全開になりがちで、うん、そうするとやっぱ旗から見ててももうガー強い子なんだなってなっちゃうんですけど、割とみんなちゃんとこう抑えると抑えてっていうことができてたから。グループ感 Because in the end, this is for a group. This is not for a solo artist. だもしかしたらもう僕たちの世代とは違うのかもしれない。How old are they? Are they like maybe 28, 29, like older? そんなに普通じゃないのかもしれない。新しい世代がどんどん出てくることは嬉しいことだからね。Maybe they're in their 30s, I don't know. スカイハイがやるっていうのが一番ね。で、いよいよもうパフォーマンスになりますけど。Ooh, already?Damn, damn, damn. They're gonna stay for the audition? いや、塞ぐな。みんな向き合ってんだから向き合う。ストレートな、ストレートな逃避だったよ。褒めてもらえたので、すごく、Yeah, I feel like this gave us, gives them, this gave them a boost, confidence. グループのボーカル&ダンスグループっていう設定の5人だからこそ出るなんか個性の輝きっていうのが僕らのグループはあると思うのでちょっとそこを見ていただきたいなって思います I'm really excited to see that performance of SOTA 一つのグループとして全力で結果を出し切ろうと思っています。わあ。
チームとしてまとまった感じしたもん。ドキドキもあるんですけど楽しみもあります。どっちもある感じです。準備してきたものをステージで見せられるっていうことが楽しみで、あとは自分たちで作ったものを評価していただけるのかなっていうドキドキ。僕たちだからこそできる作品っていうのを大切にして全部 perform as if this was like in front of a live audience like on stage やっていきたいです。 Not like an audition, like their first live stage. This one is gonna be good too. Like, I'm very surprised he didn't make it. What's his name? Like, よろしくお願いいたします。With like the blonde. よろしくお願いします。Oh, is it already finished? Damn it!This is going way too fast. But finally, next episode will be the audition. I wonder if the artists are gonna watch the audition. Maybe, I don't know. Maybe they just came to say hello. Oh, this is so good. Also, you can really see how everybody is working so hard. Like they're really giving them their all. But someone told me that one of them dropped out. So I don't know, maybe later on. So we'll see.Guys, thanks so much for watching. Hope you enjoy, and I will see you in an actual group audition in the next video. Bye!